2018年の8月の暑さを記録していたのでここに公表しようと思いますまず8月の頭あたりはこのように、えー、3時過ぎでも37.9度ありましたそして3時半過ぎには38度に達しました普通2時ぐらいが一番暑いって言われているのになぜか熱がこもっててどんどん暑くなってますねその次の日もだいたい37.5なんで まあ35度を超える日が本当に連続で続きましたねだいたい体温より熱い温度になってくるとなんか表面がヒリヒリする感じがするんですよねあの感覚っていうのなかなか味わえないんでよくわからないですけどね表現の仕方がそしてそれからも37度前後の温度がずっと続いてましたねそして8月6日はどんどん暑くなっていきましてこの時点で、えー、1時45分ですか 三十七点五度を超え、二時の時点で三十七点七度を記録しました。そして、最も暑いと言われている。二時から三時までの間の三十七点八度をさらに超えていきまして。えー 5時25分の時には38.1度を記録しました夕方には涼しくなると思ったらどんどんまた上がっていきまして5時過ぎなのに38.4度を記録してしまいました私が記録した中では2018年の一番暑い日がこの38.4度ですねそして夜中になっても全然温度が下がらないんですよねこの時点で夜の9時24分なのに33度です ちなみにその3日後にも38.4度をもう一度記録しました。そして夜になっても全然下がらず、えー、夜の7時15分なのに36度でした。ちなみに自分の家はエアコンがないんで我慢するしかないんですよね。例えば、えー、シャツに水をかけてそのままバスタオル敷いて寝るとか、氷棒タオルに巻いて頭のとこに巻いてるとか、それぐらいしか方法がないですね。 見ての通り、夜中の11時になっても、まだ33.6度を下回らないんです。そして自分の体の限界っていうのが分かったんですけれども、だいたい三33度を下回れば寝れるようです。ただ、体があんまり疲れが取れないっていうか、まあ、大変ですけどね、次の日も。そしてその日もまた36度以上になってるし、もう本当に最悪の日でしたね。そして8月の11日の夜の1時なんですけれども、この時でも30度でした。 まあ30度ぐらいだと結構体が楽で寝ることができましたそれからは少しずつ温度が下がっていって33.5度とかあ、今日なんか結構涼しいなと思えるぐらいでしたねところが涼しくなっておいてからまたこのように37.3度とか来たんでほんと体が参ってしまいましてね夏風邪をひいてしまいましてもう10日ぐらい咳が止まらない状態で今もちょっと変ですねいやこんな夏はもうこの年だけにしてほしいと思いました 以上で2018年の異常な夏の報告を終わります。